能力を高め思考をアップデートさせゼロ一を生み出すために究極の思考を手に入れる皆さん発想力事業構想力を生み出すエンジンそれは一体何でしょうか事業構想力発想を生み出すエンジンの源は論理と感性のバランスであります芸術は爆発だの名言で有名な岡本太郎ご存知かと思いますけれども実は私岡本太郎と何回か会ったことがあります。皆さん芸術は爆発だだ直感だけで 感性だけでキャンバスで殴り描くように絵を描いているイメージがあると思うんですけれども実は岡本太郎大きい絵描くときに綿密な絵画の設計図10分の4100分の1に縮小した設計図をそれを横に置いて描いていったのを私は名の当たりにしましたつまり感性と論理両方のバランスが大切なわけですよく0101という言葉が聞かれますけれどもいわゆる本当の01じゃないわけですピンと来るアイデアが出るってことは この海抜ゼロをちょっと例えにしてますけどもご自身の積み重ねてきた思考ですとか体験ですとか記憶とか経験というのが海の上に海抜ゼロからピョンと飛び出すことこれが発想そして事業構想力として現れるわけです。そしててこれ車車の前輪輪と後輪に例えているんですけど車は 前輪と後輪がバランスよく同じ大きさでないと車走っていきませんよねこちら前輪を便宜的に左脳後輪を右脳としましょう左脳は論理的思考言語認識計算一方で右脳のイメージ直感ひらめきつまり右脳と左脳のバランスが取れないと車は前進しないわけであります次ですねルネッサンス期のお話をさせていただければと思います 今から500年前のルネッサンスの時代はサイエンスとアートは同じ学問だったんですこちらは全てレオナルド・ダ・ヴィンチの,偉業の数々です真ん中に有名なモナリザの方言そしてみんなに医学研究者そして左上には船を作ったエンジニアそして左下にはヘリコプターの原型を発明した発明家つまりレオナルド・ダ・ヴィンチというのはアートとサイエンスを全て融合してたわけなんですこちらを4証言で説明したいと思います 横軸が論理から完成、縦軸が課題解決から問題提起をこちらをロジックサイトとしますと右側がが完完成成サイイでで課題解決をすす。るのがデザインなわけです、えー、こちらはですねダ・ヴィンチが手がけた大聖堂の建築デザインなんですけども時の権力者である王族貴族がクライアントになってこのような皆が礼拝したくなるような課題解決のために 建築デザインを設計したわけですねつまりデザインというのは感性で課題解決するクライアントが必ずいるわけです一方でアートというのは感性で問題提起をして新たな価値の発明をいたしますこの「モナリザの微笑み」この絵には2つの大きなイノベーションがあります一つ目は表現の技術の発明がされたわけですねとても立体的に見えますよねまさにこれはデッサンです いわゆる二次元の平面上に立体的に見える表現の技術を完成で発明したわけです。これとても大きなイノベーションなわけですで。二次元の空間でそこにあるように立体的な表現をする技術の発明、イノベーション。 を起こしたわけです2つ目がですねダ・ヴィンチがモナリザの微笑みを描いたことによってアート表現は始まったわけですそれまではどちらかというとアーティストというよりも絵師に誓ったわけです時の権力者である王族貴族から発注を受けで肖像画を描いたり礼拝用のイエス・キリストマリア様の肖像画等を描いたわけですところがレオナ・ダ・ヴィンチはモナリザという一般女性を描いてそれを発表したわけです発表しましたら クライアントであるる王族規則ははお前は何をやってるんだと言われることをやるのがお前らの仕事だろうと言われました。英子たちの仲間からはそんなことをやっていると仕事がなくなっちゃうぞと言われました。一時期ダヴィンチはそれ仕事がなかった時期もあるんです。そこからですね 作品によって自己の表出をするいわゆるアート活動の源というのがモナリザの方によって始めたらすこれも大きなイノベーションであるわけですロジカルシンキングがとても重要なんですけれども感性で課題解決するデザイン感性で問題提供して新たな価値を創造するアート両方を重要だということを知っていただけたのではないでしょうか 実はですね、ルネッサンス期っていうのは、後のですね、歴史学者がルネッサンス期っていうふうに名前を付けました。まあ、ルネッサンス期にいる当事者たちは、ルネッサンス期なんて言葉はつけてなかったわけです。で、ルネッサンス期っていうのは、前期後期、100年100年に分かれています。最初の100年が前期ルネッサンス、次の100年が正期ルネッサンス。 後半の世紀ルネッサンスの方がダヴィンチ、ミケランジェルなどの偉大なるイノベーターが出現し、歴史的なサン・ピエトロ大聖堂等が建設されたわけなんですよ。これ前期と後期の間にですね、ペストの大流行があったんですね。ペストの大流行によって、人々の価値観がらがらがらっと変わったわけです。それまでは 神が絶対の時代でしたので、神が万物を創生し、神が皆を助けるというように皆さん疑ってやまなかったわけなんです。それがペストの大流行によって、当時のヨーロッパの3分の1の方々が亡くなったと言われてるんです。そうすると、神に対して疑問を抱くわけです。我々は神と同等、それか超えられるんじゃないかというところでイノベーションがどんどん起こったんですね。さあ 現在出口は見えましたけれどもこの中によって様々なことが変わりましたよね変化が激しく複雑で不確実性が高い今日のビジネス環境においてこれまでの知識や論理的思考分析のみに頼った発想や意思決定には限界があります昨今アメリカを中心に mba 経営学習以上に mfa オルダーが注目され経営ボードや企業など様々な分野で活躍をしています 企業経営においても全体を直感的に捉えることができる感性や課題を独自の視点で発見し創造的に解決する力がますます必要とされています。アートシンキング、アート思考の実践者、ポール・グリアムさんはですね、今全米ナンバーワンのエンジェル投資家と言われている Y コンビネーターのバウンダーの方です。ドロップボックスや Airbnb をシードステージの頃から投資支援し続けている方です。 でこのポールグレアムさんは実は世界で初めて EC アプリケーションを作ったエンジニアなんですポールグレアムさんが EC アプリケーションを発明していなければ Amazon も楽天も今存在してないとても偉大なエンジニアなんですエンジニアから始まったんですけれども全米で有名な経営者兼投資家ですそしてアートを学んだ経営が事業経営に最も生かされていると語っていますアートが持つ4つの思考は 1. エンジニア そして経営者と画家の共通点は発見と実践の繰り返しである。2、デッサンとプログラム。そして事業開発は全体と細部。主観と客観の繰り返し。3番、観察の重要性。インプットとアウトプットの重要性を説いております。そして4番、熱狂的なボット頭、集中とゾーン。絵画を学んでいる頃に気づいたら朝であったことがままにしてあったと。いわゆる熱狂的な集中とゾーンがなければ事業は 起こせないとおっしゃってますさあ次はアートメソッドの実践例のお話をしたいと思います、えー、実は数十年前1986年3月のこちらロサンゼルスタイムズのアーカイブ記事の翻訳なんですけれども IBM はデッサンをしてエンジニア能力を高めましたもう30年以上前にテキサス州オースティンに勤務する200人のエンジニアがデッサンを学びました コンピューターのプロダクトデザイナーの育成に興味があったわけでもないですし基盤のスケッチをうまく描けるようになるためでもなかった従業員のクリエイティビティ創造的な課題解決力を高めるためでありました1980年代の半ばにアップルが Mac を発売してどん,どん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 シェアを高めていったそこにで IBM のですね 当時の経営人は、アップルが持っている芸術的な思考能力、これを我々も手に入れなくちゃいけないということで、芸術の基礎であるデッサンをエンジニアにさせたわけです。その効果は目を見張るものがあり、ヨーロッパのマネージャーたちもアートを学んだわけです。どのようなワークをするかというと、えー、こちら、手。手をちょっと書いてみましょうというとですね、鉛筆でこうやって輪郭を書きますよね。で消しゴムで間違ったところを直しますよね。 つまり手を描く場合に鉛筆っていうのは輪郭線を描くもの消しゴムっていうのがいわゆる間違いを直すものこれが鉛筆と消しゴムの関係性であるわけなんですねで我々日本人は漫画とか日本画で育ってますから物事を線で捉えるわけですところがですね西洋デッサンというのは光と影で物事を捉えるわけですどういうことかっていうと私がこの話してる部屋明るいですよねじゃあ皆さん停電したところを想像してください物事は見えませんよね 電気がつくことによって物事を見えるということは、物事は光と影で構成されている。合理的な欧米人はそう考えたわけです。ということは、絵を描くときも、消しゴムで光を描いて、鉛筆で影を描いていくわけです。で、そうすると、陰影の取れた立体的な絵が描けるようになるわけです。こちらはですね、手の絵になります。こういう方がですね、まあ一日でこれぐらいまで描けるようになります。皆さんびっくりされるんではないでしょうか 他にですね逆さ絵を描いたりします実はですね皆さん逆さ絵を描いた方がうまく描けるんですねなぜかというとうまく描かなくちゃいけないうまく描かなくちゃいけないそれで顔が大きくなっちゃうんです顔は大切なものと思うから大きく上の方に描いてしまいますそれを逆さにしてこれは単なる線と空間の集合体だと認識するわけです例えば手一つとっても手を線で捉えるんじゃなくてこれは手の間に V があるなあ、いろんな形があるなと思って物事を客観的に見ると どんどん観察量が上がってきて純粋なインプットができて純粋なアウトプットが出るそして実は逆さに描いた方が絵がうまく描ける自らの思い込みや認知バイアスを外していく過程によってどん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 観察量が上がりアウトプット結果として絵が上達するわけであります絵がうまくなることは目的ではありません鉛筆で線を描くもの消しゴムで間違うな直すものというような 常識いわゆるパラダイムシフトすることによって結果としてかけるわけですアートを学ぶことによって4つの力を意識せずに知覚していきます一つ目イメージを保ち続け具現化する力イマジネーション2つ目物事をじっくりと観察する力オブザベーション3つ目セオリー理論を学習して実践する力4つ目全体を調和させ統合させる力バランスこちらが アートを学ぶことによって究極の思考、4つの究極の思考を手に入れることができます。つまり、右脳と左脳を接続し、イメージを形にできるようになります。そして、ビジョンを言語とイメージ双方で作り上げ、想像する力を身につけていきます。アートを学ぶことによって究極の思考を皆さんも手に入れていただきたいと思っております。